パリ五輪第9日卓球2024年8月3日パリ南アリーナ女子シングルス3位決定戦で世界ランク5位の早田ひな24イコール日本生命が同8位の新郵便韓国オヨン2で下して銅メダルを獲得した日本勢の銅種目表彰台は21年東京の伊藤美誠の銅メダルに続き2大会連続となった写真あり 試合後、早田は痛みを抱える左手に触れ感極まる銅メダル、自分を信じて。手追いの早田ひなが大一番で燃えた、1日の準々決勝で左腕に痛みが走り、前日、2日、のソ英エサ、中国、との準決勝は、幹部にテーピングを巻く痛々しい姿でプレーして乾杯。危険すら頭をよぎる苦境で、さすがに限界を感じた、と話していたが。 どれだけのプレーができるかわからないけど、自分が後悔しないようにしたい、と、しとの決戦に闘志を高めていた。この日もテーピングを巻いてのプレー、第1ゲームは9の11で落としたが、第2ゲームは13から11と逆襲した。第3ゲームは7、10とされたが、怒涛の5連続得点でものにした。第4ゲームも11、7、第5ゲームは落としたが、 第6ゲームを制して歓喜の瞬間が訪れた勝利が決まるとコートに座り込み両手で顔を覆って号泣した石田コーチも涙が止まらなかった試合後は一昨日の試合で腕を痛めてしまって昨日はそのギャップで現実を受け入れられないままプレーして今日も練習の時は同じような感じだったけど最後ドクターに注射を打ってもらってもしかしたらいけるかもって感覚になった 自分を信じて戦うしかなかなった神様にこんなタイミングで意地悪されると思っていなかった銅メダルを見せられたらいいなって気持ちで戦った。